お、じゃあ、俺のメルセデスをぶっ放して、精神病院に向かっているところであります。いやあ、すごいな。あ、うん、あ、うわ、うわ、なんで、だ、え、え、これエレベーター。そうじゃないですか。ポチッとなる。おお、押し方雑すぎる。もう一回そう。もう一回そう、もう一回そう。ねえ。うわ、もう動いた。な、え、え、え、顔面がない。え、おろ。え、お。行こう。うっ。え、なんかめっちゃ叩いてる。あ、入った。やばくね、そろそろ。おい。いや、なんだよ、これ。いいね。よくね。はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。それじゃあ、ついにやってきたよ、このホラーゲーム、アウトラスト、実況プレイしていきます、2人で。諸注意ですが、このゲームは、プレイステーション4版になっていて、北米のストアから買うと、日本語化されたアウトラストが4でも遊べます。このゲームどういうゲームか知ってる？知らないよ。知らないからじゃあ、おいおい、説明して、はいはい。行こう。まあ、丸バツがひっくり返ってるぐらいだから、まあ、注意していこう。ああ、あの、GTA 的なね。うん、そうそうそう。GTA4 かな。難易度がね、4つあるんだよ、ね。クレイジーかな。いや、ダメだな。ノーマル、ハード、悪夢、クレイジーってなってるけど。うん、クレイジーかな。いや、クレイジーはダメだな。だからノーマルでいきたいと思います。アウトラストには暴力、殺人、性的な描写や乱暴な言葉が含まれています。性的な描写は見たいな。いや、それはモザイクをね、あくまで健全なゲームに、いや、このゲームで健全もクソもないけど、お楽しみください。あなたは事件記者のマイルス・アップシャーとしてこの世の地獄を徹底的に体験するという野心を抱いています。他のジャーナリストがあえて調査しない事件にもリスクを犯してついに食いつき、常に食いつき、マウントマッシブ精神病院の心臓部にある闇に包まれた秘密を暴こうとしています。できる限り生き延びてあらゆることを記録しましょう。あなたは兵士ではありません。恐ろしいマウントマッシブを進み、真実を暴くにはただ走って隠れるだけです。さもないと死あるのみです。つまり主人公はね、カメラと足しかないんだよね。ね、じゃあ、そういうことで。じゃあ、始めていきますか。セーブ。ちなみに何円？こちらはね、19ドル99セントだから、だいたい2000円前後で。安くね？いや、まあ、パソコン版は1000円で書いたんだけどね。ああ。まあ、ちょっと4の方がやりやすいかなと思って。あ、あ、あ。うん。物だけよ。ナウローリング。ロード長いな。Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on the lab. これは自動的に動いてる。動いてるね。お、じゃあ、このメルセデスをぶっ放して精神病院に向かっているところであります。音はないの？音出てるじゃん。え、少しじゃない？さあ、着きましたよ、精神病院。でかくね？でかいな。海外ってこんなもんなの？精神病院。いや、わかんないけど。操作の方もね、ちゃんと序盤で確認しておこう。あなたは私のことを知りません。手短に伝える必要があります。監視されているかもしれないからです。2週間にわたってマウントマッシュ精神病院で、マーコフ精神医療システムズの施設のソフトウェアを調査しました。たった今あらゆる機密保持契約を破っていることになりますが、冗談抜きで奴らをやっつけなければ、恐ろしいことがそこで起こっているのです。理解できない。自分が見たことは真実の半信半疑です。医師たちは山の中で待ち受けているものを見つけて、ドリームセラピーに深入りしていたと話していました。人々を痛めつけてマーコフ氏は金を稼いでいたのです。この事実を暴露すべきです。内部告発みたいのがあって、多分この人が向かってるっていうことなんだけど、DLC でね、実はアウトラスト、その、
内部告発をしたっていう人のストーリーもあってね、うんうん、そちらもね、まあ、プレイしていきたいなみたいなことを。まあ、おいおいね。おいおい。でも、この人はそれを、ね、スクープじゃねえかみたいな感じで、好奇心旺盛で来てしまったみたいな感じだね。おりますか。おお。と十字キー左でメモが見れると。右ボタンで、まあ、内部告発者。今までのこういうのが見れると。で、タッチパッドで、これも、こういう、次の目標とかが読めるって感じ。そうそう、いたって。あ、しまった。と、操作が？ん？バツでジャンプだけ。R1 でカメラを出してしまう。出す。R2 出て、L2 で引いて。覗くのかな？覗く感じかな？あ、で、十字ボタン上下でできると。あ、やばいな。あれだわ。三角押したら、バッテリーをリロードしちゃうから、今無駄に1個使っちゃったんだ。で、ナイトビジョンモードはどうやってやるんだろう。まるでしゃがむことができる。とりあえず進んでいこうか。パソコンがある。何電気ついてんだよ。さあ、ああ、L1 押しながらで走れって。ドアを素早く開けるには四角を押す。こう押し続けていくでしょ。そうね、押し続け。そうさ、出んじゃん、これ。まあ、出る、出るね。いやあ、すごいな。ライトチップ。おぉ。メモに何か記録しました。イベント。この場所を見るだけで気分、具合が悪くなる。来なければいいのに。さあ、どんな風に入りますか、まず。軍の車みたいなね。あるね。正面突破でしょ。これ軍の車って軍の人死んでんなら、ジャーナリスト行ってるわけないじゃん。開かないんじゃないですか。あ、開かないな。なんかちょっと見えてる感じが嫌だよね。怖いね。まあいいや。横の方から。横の方から入り口があるかな。僕はね、ちょっと動画で見ちゃってるので、入り口あたりだけね、この辺しか見てないから、初見ではないけど、まあ、そこまで深くは見てないので。私は、初見ですね。で、まるで、しゃがんだり、立ち上がったりできる。この辺はもう知らない。セーブされた。はいはい。まだ影ありそうだけどね、どっかに。メニューで開いてセーブとかができる。ここは深い。はい。うっ。うっ。うっ。おっ。うっ。うっ。うん。うん。OK。ビデオカメラのズーム、アウトと、インとアウトができる。ここは登れない。ちょっと感動もうちょっと上げていいかな。お、いい感じ。ここ登れるかな。登りの。とつぎの。いや、とつぎはしないよ。お、なんだこの音楽が。前進しながら罰をします。ジャンプ。いいね。ここもジャンプで上がる。この人、身体能力いいな。いいな。腕だけで登っちゃうの。おお、なんだ、まだまだ怖くないぞ。まだ。PT をね、実はもうやってたんだけど。PT をね。実はやってるんだけど、私。そこをジャンプで。あ、ここは上がれるね。ジャンプ。おぉ！あ。あ。で、R3 だ。あ、はい。ここは、暗視で動くと。暗視機能を使うとバッテリーを消費します。あ、暗視機能の方がバッテリー消費が早いってことだね。あ、こっちか。ちょっとゆっくり開けよう。
バタンって落ちてる。ここは電気ついてないのまだ。そうだね。いや、怖いな。うわえ？え？何？テレビついた。それだけかよ。なんも、びっくりしたね、隣で一人驚いてるから。びっくりするだろ、これは。時間も見れた方がいいんじゃないですか、これ。で時間ね。9時。あ、しっかり動いてる。動いてる。まあ、リアルな時間ではないんだ。ゲームないの。ギー。パターン。あれ違う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 。開け。開けて。いや、もうゆっくり開けると怖いから、パワッと開けた方がいいかもよ。いやー、どうだろうね。でも動画的に面白いかわからんけど。無理やり隙間に向かって進みます？なるほど。そういうこと、無理やりも、血とかある。さっきと同じ画面かな？そうね。あ、バッテリーがね、フィールドっていうか、建物内に。あの、Wii のジオンみたいなね。そうだね。見たことある？ないわ。ない。Wii のジオンは、こういう感じかな。はぁ、なかなか怖いな。これでずっと撮っとかなきゃダメなの動画に。いや、そういうわけでもないけど。ドキュメントが落ちてる。こういうのね。でも右で見る。マーゴ精神医療システムズ。新卒日、1年前までは何これ。やってたってこと？この病院。そうなのかな？ 1 年でここまでなったの？多分なんかいろいろ、いけないことをやってたんだろうね。記者のノートに。さっき2013年だったよね、最初。うん。知らん。なんだこれ。足跡だ。足跡ある。え、いるんじゃね？左に。ほら。なんで戻ったの？行っていいと思う？いいでしょ。行かなきゃ始まらないでしょ。まずは右行ってみるっていうの。あ、あれか、開かない。コーラが売ってますね。え？それ入れんだろ、入れんだろ。いや、入れると思う。あの坂ある、坂っていうかどん。あ、こう、あれなんだこれミミズみてえな。なんだこれウィンナーかなウィンナー美味しそうには見えないな。うん、まあな。手洗ってく？いや、手は洗えないでしょ。洗えない。いや、ちゃんとね、HD でこの動画をね、撮影してるんだね、ゲーム内で。通気口にジャンプする。はい。くらい。おっ、この人。この人はびっくりするとこじゃねえ。ま、え？あ？人がいる？人がいた。ウォールライダーって言った意味。え、これは何？生きてる人もいるの？中に。いやー、精神病院だからどうだろうね。よくわかんない。あ、なんか、待って、なんかいる。ほんとだ。え、霊的現象じゃないの？このゲームって。どう？全くわからない。こっちは開かなさそうだ。うん。ここかな？こっち通れなさそうだもんね。あ、ここ見た。うわぁここだけちょうど見てたんだよな、俺昨日。何？下にいる、下にいる。下にいる、多分。びっくりした。下にしたよ。あ、あびっくりした。な、首で、ね。首の痛い。え、なんか下にめっちゃ今ゴロゴロしてなかった。首じゃねえの？あそこに固まってたの。え、嘘。そら、え、そこ、うわ、ほら、ほら。え、これは首。うおおお、どうした？戦士じゃん。兵士、兵士、兵士。え、あ、やっぱお化けなんだよね。QD コンテンツが解除できる。回して早速もう出してで終わりかな。恐ろしい場所からトトロ出ていかなければならない。好奇心旺盛で来ちゃったんですけど。カメラ回しとけ。なんか今書かれたな。私は中にいる。私は中にいる。あちこちに死体が、血も消えた後もある。出る方法を教えてくれてないと死んでしまう。自分が来た道がそのままだったらラッキーだ。この人もこの人で言ってることは大丈夫なのか。
あ、どうだい？めっちゃ全部ねえじゃん。あ、バッテリーがちょっと、やっぱ減りが早い。あれ開かない。いやもう普通に開けよう。その方がいるわ。いやー怖いな。お、ちょっとずつ時間進んでるっぽいね。開くか。はい。ここはなんもないのかな。下が多分エントランスみたいなところが。うん、これ通れる。あ、うわ、うわ、なんで、だ、ゲームオーバー？え、ゲームオーバー？誰今？小豚。小豚。おめえだろ。俺が小豚だろ、お前は大豚だ。え？いやお前は誰だ。お？ん？なんだこの人。人間？いや人間でしょ。だってさっきの小豚がって言ったやつは人間じゃなくない？いやあれは多分なんかなんだろう、なんか人体実験でもされたのかな。大丈夫かあんた。うわ内臓出てんじゃん。あれ？カメラ R 出れないの？出れないっぽいな。なんかセキュリティを解除してみたいな言ってたよ。うん、パソコンの質あるからそこから行けんじゃん。うわ内臓飛び出てる。首ねえし。うわ動き出せ、死ねえよな。目がない。あ、ドキュメントある。撮り方がかっこいい。発作について。あ、なんかいろいろあれだね、あのなんて言うんだ、差し押さえ令状。なんだろうな、何があったのか。とりあえずこっちの中に入ればいいんじゃないですか、セキュリティーして。いや、入れないね。ちょっと、散策いろいろ入れる。ここは入れると。全然閉じない方がいいよね、扉。あ、こっちも開いてる。うわ。次ぞ。で、こっちは？こっちも行ける。もうガラスかち割ることはできなさそうだね。いや、ガラス買っちゃったら音でバレるんじゃん。ここもどう考えても分からなさそう、うん。こっち側はいけない感じかな。なるほど。バッテリーがないぞ。車椅子がある。ん？誰かいる。生きてんの？なんか、動いてるよ、足ちょっと。ほんとだ。怖い怖い怖い。なんかこう、わかんないよね。え、これエレベーター？そうなんですよ。ポチッとな。おお、押し方雑すぎ。もう一回押そう。もう一回押そう、もう一回押そう。え、もう押せない。押せない。なんだよ。なんだよ、今。ドリフかよ。とりあえずセキュリティ室って言うから多分こっちだよね。今言えてた。なんだよ。うわ、下へ転がりすぎだろう。なんかバッテリーがどっかいないかな。うん、ありそうだよ。バッテリーが欲しいな。なんかこういうね、バッテリーとかこういう冒険に、あ、あったな今。ん？あれ？あれ？気のせい。あった気がした。こういう冒険に欠かせないこういうアイテムがあるゲームってなんかたくさんないと落ち着かないんだよ。うん、それはある。マリオで言うね、あのキノコみたいな。どこ？あ、間違った。あ、そっか、もう、ま、なかったのバッテリー。なんだ俺、なんだこれ。デオキシリボ核酸かな。なんだっけそれ。 DNA。 あー、そうだ、デオキシリボ核酸。うん、あ、なんかありそう。
うん、ドキュメントがある。あ、じゃあこっちも。マーコフ精神医療システムズ。これもなんか患者の記録みたいなやつかな。そうじゃないですか。診断とか書いて。バッテリーが欲しいな。お、チラッと覗くには L2 か R2 を押します。チラッ。手術覗けってことだろ。チラッ。ん？あれ？こっちってもしかして。手術室？違うか。ああ。絶対突っ込んでくるじゃん。いや、でも車椅子だからどうだろう。絶対突っ込んでくるパターンだよ。行こうぜ、行こうぜ。いや、時々主人公の息遣いがさ。え、どうするあれ。行くしかないっしょ。普通に突っ切っていいと思う、これ隣。うん。絶対動くよ。絶対動くよ。うおー！ん？あ、あれ？え？まさかの？まさかの？いや、何もないということで、行こう。でも、後ろからやられる。え？行こうぜ、行こうぜ。壊れた人たちが群がって、死の番組を見ている。彼らは患者のようだ。ここから何が、ここで何が起ころうとも生き延びてきたが、誰一人として家に帰れなかった。だ自分のことはいいの。番組やってないじゃない。え、ちょっと通りますよ。ちょっと通りますね。硬いよくね。うん、進んで。結構作りがいいな。怖い。急に襲ってきそう。いやでも彼らはこれは下通れる感じじゃない？伏せたら。怖っ。よっ。こっちは多分開かない感じ。開かないです。感じだね。気をつけろよ。またさっきみたいに上から降ってくるかも。ちょっとゆっくり開けよう。うわっ、なんかいる。はい。あ、なんかいるじゃない。首が。死んでん。なるべくね、ちょっとナイトビジョンは。あ、なんか、あ、これキーか。あ、キーコード。キーコード手に入れた。まあ。戻ればいいんじゃないですか。バッテリーありそうなんだけどな。ないな。精神病院から逃げましたと、これで逃げて終わり？もう入っちゃったものは仕方がないから。逃げようってことなのかな。終わり？いや、まさかね、これで終わりなんてことはないでしょう。ちょっと君たち動かないよね。失礼しました。ドア閉じておきますね。あ、違う。自分が出てからしい。じゃあね。バタンって閉める。ねえ。うわぁ、動いたな、顔面がない。どうだ？え、うわ、死んだ？え、嘘だ。え、嘘だ。あー、ちょっと。そういうことじゃないじゃん。なんだい。え？どうした、お前。え？ああ、何？じゃあね。え、向こう戻ったら、なんかあるんじゃね、あの人たちか。かも、錯乱した患者ばっかりいるよ。意思がおかしい感じかな。あんまりないよね。うん、大丈夫じゃないですか。あ、待って、もうバッテリーっぽいの光った気がする。やっぱこれバッテリーじゃないですか。なんか光った気がするんだけど、パソコンじゃね。パソコンか。なんもないっすね。なんもないな。ちゃんだ。どセキュリティメイン。あ、ここか。カード通したら。なんか、これ。え、前のあそこのドア、カード通したら取れるじゃないの。あ、あれ？あ、そっか、あれを。うん、え、終わり？いや、終わらないっす。いや、まさかね。ん？あれ？使いそうには。はい。
ないな。違う。なんか書いてあるの上に、ほら、文字。何が？そう、ほら。なんか書いてあるし。え、どれ？2階、2階、2階。2階？ほら、そこに、ここの橋。あ、ほんとだ。いや、ちょっと読めないな。僕の英語力では。エレベーターの方行くんじゃない？エレベーターの階段で下に降りれなかった。そこではないのか。うん、そこっぽいけどね。ほら、階段で下に降りられるじゃん。これはもう押せないね。うん、そこ階段で下に降りられる。水出てるの、怖えな。あ、開かない。開かないのこれ。てか、超暗いけど。なんかある。まだこっちには用がない。こっち側？行ってないよね、こっち。行きましょう。L2R2 を押し続けると後ろを見ることができます。こう。ああ、なるほど。こちら。行こう。うっ！え、なんかめっちゃ叩いてる。あ、入った。やばくね、そろそろ。おーい。あ、なんか。え、殺されちゃうの？いやー、つまり逃げながら進めってことでしょうかな？なんかありそう。ここはなんか違うぞ。あー。はい、なんて書いてあるの？ウィットネス。なんだそれ。わかんねえ。目撃者。もうすでにいただきの文字が召されている。神父がその文字を書いて。チーズおろし器ってなんで？いやー、ぐるい。こちらは？は？うぅ。うわ。流れなかったのかな？いや、それ以前の問題でしょ。ちょっとさっきの変な野蛮な人は？いや、なんだよ、これ。いいね。よくね。首切られたんですね、この家の飛び方はめっちゃ早いじゃん。ラッキー。なんか、ほんとね、時計がちゃんと進んでるってだけで、うん、なんか作りがいいなって感じ。おっ、いや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 、びっくりするとこじゃないでしょ。血のなんか、あ、ここがセキュリティ室。臭いね。ピッガダン。警官みたいな人。警備員ね。いや、警備員。ん？なんか押して隠れるって言ってたけど。ああ、なるほど。ロッカー。ロッカーに隠れれるんだ。青鬼かな？ああ、追いかけられた時とかここで隠れれるよってことだ。メタルギアかな？いや、青鬼でしょ、そんで？青鬼からロッカーだけ隠れる。これで脱出というわけですか？コーヒーが置いてありますね。カメラ見とこ、カメラ見とこ、カメラ。うわ、神父？こっち見た。電源落とした。おーい。あー、やってくれるな、神父。え？え？隠れる。単純にここで使うためだったね。あー、なるほど。あ、うん、大丈夫か？うお、あ、こぶた。ここにいたのか、こぶたちゃん。読めない。隣のロッカー開けてる。帰っちゃうの、それで。うわ、黒い。かわいい。かわいくね。出よう。いや、これ出てるよ。しばらく出ない方がいい。覗いちゃおう、覗いちゃおう。待って、声近い。ビビりかな？いや、安全確保というか。
いないですね。いないですね。そうだね。じゃあちょっと、最初だから切りがいいから、とりあえずここで切りますか、一回。そうやね。なんだこれ。They lie. 彼らは嘘つき。こう。じゃとりあえず今回は、ここまでで。第1弾。次パート2に続きます。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんでした。